次回の超フェスが激アツ。この野郎がふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけれども、次回の超フェスについて、今回そちらについて話していこうかなと思います。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価していただけると、僕のモチベが上がるんで、皆さんよろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。今回なんですけれども、次回の超フェスは復刻誰がするのか、超フェス復刻したら引くべきなのか、話していこうかなと思います。今回ですが、最近だと超フェス復刻したのが2名いらっしゃいますよね。青シャンクスと黒ひげになっているんですが、青シャンクスは3月の9日誕生日っていうことで復刻しております。レッドシャンクス復刻するかなと思っていたんですが、まあ、情報修正されたっていうこともあって、青シャンクスが復刻しております。で、近々超フェス復刻される予定っていうキャラクターがいます。5月1日カイドウの誕生日となっているんですよね。まあ、カイドウの誕生日イコール超フェスの復刻が来ますと。皆さん、どの超フェスの復刻なんでしょうかね。青カイドウなのか、それとも人獣カイドウなのか。皆さん、個人的には来てほしいっていうのは人獣カイドウになるかと思うんですが、まあ自分としてはですが、人獣カイドウが復刻するんじゃないのかなと思っています。まあ去年なんですけど、ユメルフィーが実装した後3ヶ月後に復刻が来ていますので、まあ人獣カイドウもですね、まあ実装して約 3、4ヶ月経つかと思いますので、復刻してもいいかなと思っているんですよね。まあもし来るのであれば、めちゃめちゃ激アツだと思うんですよね。5月1日ですね、人獣カイドウが実装した場合ですね、こちらのガチャを引くべきなのか、それとも引いちゃダメなのかって一番気になると思いますよね。まあ、それも今回話していこうかなと思います。結論から申し上げますと、無課金の方、美課金の方、全員引いてほしいんですよね。今人獣カイドウめちゃめちゃ強いんですよね。まあ、スキル1を使えばもう簡単に裏取りすることができるし、今環境としてもかなりめちゃめちゃ刺さっているキャラクターとなっていますので、皆さんもしですね、あの緑属性で強い超フェスがいないのであれば、ぜひとも引いてほしいなと思います。まあ、確定分とかに関しましては、まあ、安売りはすると思えないので、やっぱり高いのかなと思うんですよね。まあ、その後ですね、まあ、3、4ヶ月ぐらい経ちますと 4.5 周年の超フェスとかも来ますので、もし 4.5 周年超フェスを狙っているのであれば、こちらのガチャは引かなくていいかなと思います。まあ、ダイヤが余裕ある方はとにかく引いてほしいキャラクターかなと思います。今回はお話は以上となります。皆さん、超フェス人獣カイドウですね、楽しみに待ちましょう。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。またな。